Thank you.
あの飛び入りでおこがましいんですけども、あの時々こちらであの演奏させていただいております。あの安倍さんとは本当にあの松戸でね、あの同じ、なんていうか、この松戸の地域で時々ね一緒にやらせていただいてます。私自身も飲み屋でも、もうそれこそこの音楽をやる前に飲み屋で知り合ったっていうのがあるんですから、ピアノやってるんですか、アルトやってるんですかっていう、そういう中でね、そういうところで知り合って、で今日楽器持ってないとただの酔っ払い、そうです、そうです、ね、もう楽器持ってなかったらマジックもやりますんで、それこそマジックは楽器よりもすごいかもしれない。